負けられないサイランということで、これはですね、子宮洗浄をご覧になっていただきました、ご存知橋本でございます。はい、ということで今回、負けられないサイランシャープ2ということで、橋本がね、常々サイランを行うときに、キーワードとしている、3つのことっていうのを今回ね、この動画で参考になればということでやっていきたいと思っております。はい、ということで今回はですね、採卵する牛がこちらに、いります、ダイヤ号安久久の母体になります。で、今回ですね、その柱3本柱にしている1本目っていうものが、まずは、環境です。環境環境なのかな。まあ1本目が極力ストレスを与えない環境づくりっていう形です。っていうのも、うちだとね、軍師にしてたりするんで、そこからこう移動してきて、見てわかるように、一頭飼いを行います。で、一頭飼いを行うことによって軍師内で、飼われていたストレスっていうのを緩和させてあげます。まあね、つなぎ牛舎とかでも採卵してるよっていう方も多分いらっしゃると思うんですけども、やはりね、こうやって自分が気ままにこう寝れて、隣同士のこの牛のスペースが十分に確保されている、まあね、個人的なこの部屋を設けてあげるっていうのが、やはり牛にとってもストレス緩和になっていいのかなということで、橋本はね、こういうふうに、一本目として、必ず採卵を行う牛に関しては田んぼを飼育ということで、調整の方をこの田んぼで行っています。はい、はい、それで2本目、2本目なんでございますが、はい、2本目は餌でございます。ですね、まあ、やっぱ採卵を行う上で、やはりその牛の状態をね、こう良くしてあげるっていうのに必要不可欠なのが、やはりこの餌になってまいります。で、餌に関して、手っ取り早くね、うちだと、その子牛に与えている TMR っていうものが、ものもずっと併用して、なんていうんですかね、均一的ですし、品質が均一的ですし、なおかつ、その繁殖に必要なビタミン、草だったり、あとはね、いろんな栄養素も入っておりますんで、手取り早く TMR プラスアルファ濃厚飼料 をこうと、あとビタミン剤ということで、この3種類を混合したものを、採卵牛には与えております。で、ビタミン剤に関しましては、夕方の1回のみですね。朝は、TMR と配合飼料のみということでやっております。で、配合飼料に関しましては、1回量約そうですね、500ぐらいかな。あまり、まあ、そのあれは3本目のことにも入ってくるんですけども、あまりですね、採卵だからいっぱい取ってやろうということで餌を多くやりすぎても、まあ人間もそうですよね。毎日なんかこっちの部屋に移動してきたら、そのすげえごちそうしか来ないなってなっちゃうと、やっぱそれもストレスになっちゃったりするっていうことがあるんで、まあある程度いつも与えている量プラスアルファっていう形を考えていただければなと思っております。それからビタミン剤に関しましては、ビタミン A、 それからベータカロテンとかの含有量の高いものを、ね、そんな高いものじゃなくていいと思うんです、を、まあ、1日
やってあげるだけで、十分効果が得られますんで、そのように、やっています。あとまあこれにね、草に関しても普段給仕で、可能であれば、本当に自家産の牧草のその同じところで、同じ日に取ったものが、同じ具合の出来でずっと与えられるんだったらそっちで全然構わないんですけども、なかなかそのいろんな装置から集めたので、品質が安定しないっていう場合は、できるなら、輸入乾燥を購入飼料、粗飼料の方を与えると結果的にはね悪くなくなります。はい。で、最後にですね、3本目ということで、こちらになっております。はい、それから3本目の矢ということで、矢というかね、3本目の、重要視していることといたしまして、このボディコンディションでございます。前もね何回か説明したことあったかもしれないですけども、やはり、このボディコンディションを見てあげることによって、その牛が今どういう状況にあるのかっていうことをやはり知る一つのね重要な、キーワードになります。で、この牛採卵牛のダイアン号なんでございますが、見てもらうように、太っておりません。でだからといって痩せてるかなっていうわけでもない。このぐらいをキープしてあげるっていうことが、重要になってきます。っていうのも、まあ痩せすぎてれば、その食べた餌自体を自分の体の方で、消費してしまいますし、今度かき気味だと、反応が鈍くなってしまうということで、いかんせんね、どちらでもない、だいたいこのぐらいの指数がいいかなと、まあ気持ちもちょっとね餌張ってあげてもいいかなっていう形にはなってるんですけども、まあ、毛も短くなってますし、ボサボサってい う感じではなくなってきたんで、状態的には上がってきてるかなという形になっております。はい、ぜひですねボディコンディションも重要視して見ていただくと、そのね、採卵に採卵時の卵の取れ方変わってくるかもしれませんので、ご参考にしてみてください。はい、ということで、今回ですね、こちらの牛ダイヤ号採卵をね、間近に控えております。先ほどですね、採卵に向けた最後のね、処置の方を行いました。で、まあ、あと今回体内受精卵でございますので、今後ね、種付けなどを経て、採卵していくわけなんですけどね、今回はね珍しく子宮洗浄とかいろいろやってたんで、その結果がね、どういう風に卵にこう現れてくるかなっていうのも一つね楽しみな材料ではございますし、いかんせんね、安い草母体、それにね、いい種をつけたいと思っておりますんで、頑張って、やっていきたいなと思っております。はい、ということで、今回はですね橋本が、採卵時に、重要視している3本の矢ということで、いつもとは違う高価格でダイヤ号とね一緒にお送りしてみました。ぜひですね皆さんも採卵を行う際は、ご参考にしてみてくださいとともに、これは橋本がやっておることであって、必ずこれをやったから取れる数が増えるということではございませんので、あくまで参考、それから、そういうふうにしてるんだ程度に捉えていただければ幸いでございます。はい、ということで、以上橋本がお送りしました。取れてほしいねということで、以上橋本でした。さようなら。さようなら。